で翌年、まあ、監督がそのままで構想外だよね、うん、自分がサテライトリーグで FC 東京と試合した時に、うん、原さんが見てて、うん、今来たから使っちゃうから、うん、ぽいって言われたそこで、うん、加入して、5日後に試合だったから初めてなんか自分のプレーでなんだろうなそうやってファンサポーターの方に認めてもらえたっていう今でも覚えてるけど千葉戦かな、うん、ジェフと試合で調子が全然良くなくて、うん、で翌日アディアスのちょっと撮影があったから、うんうんうん、まあ撮影に行って新聞がバーって並んでて、うん、日刊のコラム原さん書いてた、うんうん、でパッて開いたら、うん、その原さんのコラムで、うん、俺のことしか書いてないのおでワールドユースで、まあ、結果悔しい結果で終わって日本帰ってきて J リーグでこれからって時に、うん、なんかこう消極的なプレーばっかだしもったいないみたいな、うん、なんだこの人だと思ったのなんで俺のことそんな名指しで言うんだみたいな。なるほど。腹立ったのよ。うん。で翌年、まあ、監督がそのままで、もう構想外だよね。うん。うん。で原さんが2002年、うん、FC 東京の監督就任した。うん。自分がサテライトリーグで FC 東京と試合した時に、うん、原さんが見てて、うん、あのワールドユースであんだけね、こうやってチャレンジしてた姿があって、怪我もあったかもしれないけど今もったいねえなみたいな。うん。で当時 FC 東京の、まあ、佐藤幸彦さん、うん、右サイドのもう。うんうんうんスペシャリストの、うん、俺先輩だそう先輩だよね、うん、が怪我しちゃったの、うん、でポジションが入ってじゃあ尚を入れようかって話になって、うん、原さんに声をかけたで俺も移籍をねちょっと探してたの実はサンフレッチェからオファーがあったおお俺はだから監督がどんな思いで自分のことをオファー出してくれたかって聞きたかったんで、うん、知りたいよねそうって言ったらちょっと難色を示したんだよおおなるほどやってる間に FC 東京からオファー俺は話を監督としたいですって言って、うん、まだあれだよマリノス所属だけど、うん、FC 東京のグラウンドに行ったの、うん、こっそりね、うん、で練習終わった監督室にいて、うん、今は怪我人が出てて、うん、でなんかこの間も試合見たけど、ね、時間も短かったしもったいないと、うん、ちょうど大会ナビスコがあったんだよね、うん、その時に、うん、でリーグだとちょっと難しいけど、うん、まずナビスコで、うん、今来たから使っちゃうから、うん、来いって言われたそこで、うん、こんなんさ俺さハブレンしてるし、うん、もうなんなら2軍っていうか3軍扱いですよ、うん、試合出れるのと思って、うんうん、はいって言って言ってその場でその場でもう、はいうん、って言ってマリノスのそういう担当だったりという話して移籍したいです、うんうんうん、ですぐ荷物まとめて福沼に詰め込んで寮に入ってそこまでの期間ってめちゃくちゃ短かった短かった短かっただから加入して、5日後に試合だったかなスタメンで出たの、うんうん、どうだったのその試合はとにかくもう自分を出さないとここで結果残さないともう生きていけないと思って、うんうんうん、もうとにかく仕掛けまくって守備も頑張ってで俺がドリブル突破してこうシュートを打てるっていうシーンだったんだけど、うんうん、なんかね自分でシュートを打つよりもアシストしたい気持ちがね勝ったの、うん、でケリーが横から走ってて、うん、ケリーに優しいパスをしてケリーが決めてくれたので、まあ、あの時の、FC 東京の中心ケリーだったから、うんうんうん、ケリーが俺のこと気に入ってくれて、うん、そっからリーグ戦でスタメン出るようになってじゃあその1試合でもう掴み取ったんだ掴んだのケリーの心もそう原さんの心もあとはファンサポーターが掴まれたって言ってたへえー、交代する時にもう立ってこうスタンディングオベーションでおすごいその光景も今でも覚えてるけど初めてなんか自分のプレーでなんだろうなそうやってファンサポーターの方に認めてもらえたっていうで、あの FC 東京でのこう活躍が認められてね、うん、翌年の2003年に完全移籍でしょそう、完全移籍で、この年、Under-22 で活躍する中で A 代表に行ったじゃん行った、一番最初、ね、一番最初に行ったよね俺と松井と吉野、うん、A 代表入ってみてレベルの違いとかそういうやりにくさとかそういうのは感じなかったそうだね、自分の中でやっぱりそのFC 東京で自分のなんか自信も出始めてたし、うんうんうん、チームの武器としてなんか自分も認められてたから、うんうんうん、とにかく自分の良さをガンガンもう出すっていうので、まあ、もう縦横無尽にこう駆け回るっていうか、うんまあ、ミスしようがまたチャレンジするみたいな、うんうん、で2004年、はい、アテネオリンピックメンバーにこう選出されると、はい、これ選ばれる自信みたいなものはあったちょうどね落ちてた時なんだよねなぜかというと、うんまあ、それこそケイタもあのアジアね最終予選のところで、うんうんうん、その前のオーストラリアとかの合宿だったでしょ、うん、A 代表行ってて、うん、そのキャンプに行ってないんだよね行ってないですそう確かにで帰ってきて久々に合流したら、うん、なんかチームとしての完成度がすげえ高まってて、うん、でそこに俺が入ることにすごい違和感があって、うん、
て、自分も A 代表行ってるけど A 代表の試合出てないわけよ。だどっちつかずのまま最終予選に入っていって、で最終予選もケイタはずっと出てたけど、うん、俺は途中出場で1試合、うん、レバノン戦は出たけど、うん、結局最後の最後勝負かかった UAE 戦は出てないんだよ、うん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 、だから本当にこう落ちてた時だった。その自分と直人で18人目をこう決めたんじゃないかっていう話があって、実はそうらしい。俺はねそれね多分直から話聞いたと思うんだけど、うん、そのなんていうの真相みたいなのって どうだったの？それ山本さんから聞いた？俺の書籍を出す時に、うん、正国さんとそのライターが話を多分いろいろしたんだよね、うんうんうん、まあこれは本当ぶっちゃけた話だから、うんうん、多分そこで話があったの。でもそれぐらいのやっぱ位置にいたわけよ。で、うん、ケイタキャプテンやってた、うん、で俺はどちらかって言ったら多分途中から出て流れ変えるとか、うん、切り札的な、うんうんうん、感じの多分選択になったのかなっていうのは自分の中ではね、うんうん、まあ多分俺は先発なのか、うん、それじゃないのかっていうね、うん、ところで、で、うん、まあそのアテネオリンピックの本戦、うん、3戦目のガーナ戦に出場、3戦目だけだったね、うん、でチームがこう1勝2敗で敗退と。でこれ予選突破、なおの目線から見てあの時のチーム何が足りなくて予選突破できなかった？ナスですよなんかこれ完全にもう言わせるみたいなね流れ、よく見てくださってますよ YouTube チャンネルありがとうございます。いや見てなくてもナスだったじゃないですかやっぱ力の差は感じた？多分見てる俺よりやってる選手たちの感じたんじゃないかな、うん、それって全体感よりも要所要所で、うん、やっぱりその大舞台というか、うん、離れしてるよね。そういう自分たちの出し方とか戦う術っていうものを知ってる、うん、それは俺たちの年代って一番足りなかったと思うんだよね、うん、経験値みたいな。そう経験値が、うん、でも経験値だけでは片付けたくなかった部分もあるし、うん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 、自分たちのことやりたいだけどそのスケールがちょっとまだまだ足んなかった。なるほど。胃の中の蛙じゃないけど、うん、でそれじゃあまずいと思ってやっぱりアテネでも不完全燃焼、次はもう A 代表しかない、うん、で2006年ドイツのワールドカップ、うんうん、年齢的にはやっぱりねそういう部分で言ったら入っていかなくちゃいけないし、うん、入りたかったし、で FC 東京は結構その時から2004は優勝したけど、うん、2005は結構低迷して、うん、それこそ降格するんじゃないかって言われてる状況だったりする中で、うんうんうん、自分もうまくいかないし、うん、これは環境を変えて自分がまたチャレンジしなくちゃいけないんじゃないかっていう風になったんだよって考えてる時にイタリアからオファーをもらった。おお、トレビゾ。それが8月の末だったんだよね、もうギリギリ、うん、で1日で決めろって言われたので強化部長と当時の代理人と、うん、俺と、うん、もう夜、うん、飯食いながら、うん、散々話して、俺も迷ってたの結局、うん、だから自分の調子良くない中でオファーもらって、うん、でも環境を変えたい、うん、ちょっと自分の中でチャレンジしなくちゃいけない状況だと、うん、行くって言ったんだね、その時に言った。言ったんだ、うん、言ったの前日はね、うん、代理人にも強化部長にもで最後それを明日の朝社長に言って、うん、朝準備して、うん、グラウンド向かったんだけど、うん、1日寝れなかったのその日、うん、行くと言ったけど自分の中ではどうも引っかかるものがあった、うんうんうん、でもこの気持ちはもう社長室行って社長と話してる時に最終的に自分の口から出てくる言葉が全てだと思ったの、うん、そこまで迷ってた。でいざ話をするときに、うん、もうチームも代理人もみんなもう行くもんだと思ってそうだね、行くって言ったしね。そう、うん、でも自分が自信持って移籍できない、これじゃあ自分じゃイタリアでも活躍できないと思っちゃったの、うん、でそれをこう言った、うん、そしたらみんなずっこけて、え、行かないの？みたいな全部キャンセルだから、フライトもそう、あっちのアポもそう。そういうことを俺はもう抜きにしてもう自分と向き合って、うん、自分がそこでやれる自信があるかどうかだけにフォーカスして俺は自分で決めた、うん、ちょっとそれは知らなかった。でもここからまだ先が、おう、FC東京でやるしかないと、うん、切り替えて、うん、まずはチームのために、うん、2週間後、うん、フルスマリノスの対戦だった。おう、こっちはさイタリアももう行かなくなった、うん、マリノス相手、うん、気合入りまくり、うん、俺が点取るんだ、点に絡むんだ、うん、勝たせるんだ、うんうん、で絡まれしちゃうじゃん、うん、あの右足の前十字をそこで切る。なるほどね。右膝前十字靭帯、
および半月板損傷で8ヶ月全治。その前にいろいろな物事が起きて、やってやるぞっていう気持ちで、でこの怪我でしょ、うん、これどういうモチベーションでリハビリするの？周りはねやっぱいろいろ言ったよね、うん、イタリア行ってればとか、うん、でも俺はもう自分で自分に正直に向き合って決断したことだから、うん、何の後悔もないし、うんうんうん、怪我したことも含めて全部受け入れた、うんうんうん、受け入れないと先進めないから、うん、じゃあ今の自分に何ができるんだろうって向き合って向き合って、調子も良くなかったからここで一回体も改造してパワーアップした状態で俺は復帰するっていうことだけを考えた、うん、でもさそのさリハビリ長いでしょ、8ヶ月しかもねうまくいかなくて手術もう一回したので、いろいろやっぱ悩んで、うん、なんだろうな、その時期にいろんなやっぱ感度が高まるんだよね、その怪我に対してもそうなんだけど、うん、いろいろ見えてくるんだよね、例えばずっとサッカーやってきてピッチで結果残すってことが自分の中で仕事だったけど、うんうん、そこにはいろんな人たちが協力してくれて、うん、いろんな人たちのなんかなんだろうな、エネルギーを俺ももらいながらこうピッチに立てるというか、うんうん、逆に、うん、今までだったら気づけなかった部分にいろいろ気づけた、うん、怪我すること自体はキャリアの中では結構大変だけど、うん、得られるものってすげえあるなっていうのがあって、そっちにやっぱ切り替えたというか、最初は言い聞かせるようにしてたんだけど、うんうんうん、あといろんな人と話すようになって、うん、当時のコーチで長澤哲さんって言って、うん、自分の悩みとかもいろいろ聞いてくれてて、うん、まあ、怪我なんかもそうなんだけど、うん、その人はねなんか俺に対して言ったの、モヤモヤしてる姿を俺見せてた時に、うん、お前のそのなんかモヤモヤしてる感じ悪くないよ、うん、おなるほど、どういうことだと思って、うん、お前情熱ってわかるか、うん、情熱ってどういう字だ、うん、いや情けないって書いて熱ですよね、うん、情熱っていい時のなんかイメージするじゃん、うん、だからお前は今その情熱を発する前の段階だみたいな、うん、プレーもできないし、うん、点も取れないし勝てもしないけど、うん、もちろんプレーできない、うん、だけど今なんかモヤモヤしてるこの情けないほどの熱を貯めることで、うん、復帰してプレーした時の情熱に変えるみたいな、うん、お言われた時にすごいストーンって腑に落ちて、うんうん、あこれ悪くねえんだと思う。なるほどね、モヤモヤしてる自分のことが時々嫌になったりもするもんね。 そんな自分に嫌になったりするじゃん、うん、でもこの、うん、それで悪いことじゃないんだってことに気づけた。うーん、だからすごいそれでなんか勇気づけられたっていうか、だからうまくいかない時にやっぱこのモヤモヤしてるものは矢印自分に向けるか、うん、外に向けるかみたいな、外に向けるのは文句言うとかさ、うん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 、誰かのせいにするとかじゃなくて、ちょっとしんどいけどやっぱ自分の中でちょっと溜めて、うん、ピッチ立って結果残すってなった時に、うんうん、その情熱をバーンとこう発せれば、うん、多分それが報われる今までの。なるほどね。そうでその翌年、まあ、305日ぶり、そうだね、復帰を果たすと。いやあれはね泣けたね。俺たち穴を待っているっていう弾幕がずっと雨の日も風の日も掲げられてたのね。で最後の文字だけ真新しいのよ、うん、待っていたんだって、うん、もうそれ見た時に、ね、なんかこう乗り越えた感がやっぱあって、お5年半ぶりに代表招集でしょ、ね、あの時はみんなが期待してたんだよね、あったね、